大衆小説、大衆文学は、純文学に対して、芸術性よりも通俗的で、娯楽性に重きを置いている小説の総称で、時代物を指す。ただし、時代や、論者によって、弁義上その後が意味するものが異なり、双方の区別なく、大衆文学、大衆小説と呼ばれることも多い。さらに今日では、推理小説や SF 小説などを含めることも多く、 その意味では、娯楽小説、エンターテイメント小説も同義語である。なお、純文学と大衆文学は、必ずしも大極に位置するものと、定義されているわけではなく、両立可能であるとする説もある。江戸時代からの下作者たちは、維新後には、金ロブンが王家の時流に乗った、西洋道中膝栗毛、あぐら鍋、バイテイ金賀が、西洋神話。 万国百物語などを書いたが、下作は、次第に、次世から敬遠されるようになる。彼らは、この頃創刊された、小新聞と呼ばれる大衆向けの新聞社に入って、続きのと呼ばれる、下作長の連載読み物を執筆し、久保田彦作、鳥尾山津海上神話や、夜嵐を着ぬ、高橋おでんなどの実力独もの幕末の事件、 教画や役者を題材にした作品が人気となる。この頃は他に、柳水亭、種木を、ためな春江など幕府時代からの作者に、久保田など、ブ文太の文化や、新聞記者からの転身など、新しい作者も生まれ、カオルタン雑誌に読んどころした。自由民権運動が、盛んになる1882年頃には、政府の王家抑制と世相の保守化に合わせ、下作も、 完全超悪の傾向に回帰し、また活版印刷の普及により、極定馬金、山、東京伝、四季帝三馬、竜帝種彦、ためなが春水らの作品が復刻された。1885年の坪内逍遥小説神髄において、完全超悪的な物語の否定と、小説の首脳は人情なり、 世帯風俗これに次ぐという写実主義的な文学傾向が生まれたが、これの反発から、建有者では、娯楽性、下作的傾向を求めて、尾崎公用らによる金色夜舎などが書かれ、建有者は紅葉の死と共に解体するが、後の大衆小説の原型となる、人情小説、風俗小説の流れが生まれた。また、明治30年代以来、 菊池雄宝や小杉天外などの家庭小説が新聞小説として多く書かれた。下作文学の流れを組む曲げ物も明治初めから書かれており、バチビン小説と呼ばれた村上奈美六や宮崎三枚、前田初山、雪ともりふうらの作家がいた。また、講談の流れの上に三遊亭延長などによる即帰講談、立川文庫などの書き講談、 講談クラブによる新講談などが人気を博し、1919年には、坂井彦や白柳周子らによって講談による大衆の思想全道を目指す。講談の改造運動が始まり、改造史上では、新時代に適応すべき、形式上及び思想上の改造講談とする社会講談が提唱された。さらに、娯楽雑誌、日本一では1920年に、 高段革命号を発行し、ここで民衆文芸の呼び名を使っている。1883年に板垣大輔が投稿した際に融合に会い、自由民権思想の普及のために自作を含めて政治小説を読ませることを説かれ、板垣はたくさんの小説を持ち帰った。これらの西洋の小説は翻訳、本案されて森田試験、骨子者。 塚原渋垣園、マンチェスターの反乱や、黒岩類校による、鉄仮面、岩屈王などが広く読まれた。また矢野流景による、政治小説、警告美談、冒険小説、不条物語の影響を受けて、押川春郎、海底軍艦など多くの冒険小説が書かれて、青少年が熱中した。明治末から大正はじめにかけては、中央公論の、 全延乱で、松崎天民、田中幸太郎、村松松夫、大泉国籍などの実録上はものが人気となった。1913年には、中里海山が、都心部に大菩薩峠の連載を始め、にひるな主人公、つくえ之介など、従来の時代ものにはなかった、独創性で1921年頃から、爆発的な人気を獲得する。 関東大震災の前後からは、マスメディアの発達により、キング、週刊朝日といった大衆雑誌が創刊されて、人気を集めるなど、雑誌、新聞に連載する小説が求められるようになり、おさらぎ次郎、吉川英治、直木三十五など多くの大衆作家が登場する。1924年に、菊池博士は創作小説と講談の中間である。 読物文芸を提唱し、長谷川信羅の作品による読物文芸総書を発刊する。またこの年から白井教授が富士に立つ影連載を始め、これらの作品はマスコミから大衆文芸と呼ばれるようになる。白井は翌1925年に大衆作家による21日会を結成し、同人による月刊雑誌。 大衆文芸を1926年1月から翌年7月までを発行した。この21日会には小堺吹江戸川乱歩など探偵小説の作家も加わっていた。一方で大正中期に新聞、婦人雑誌、娯楽雑誌などの大量出版物に掲載された現代ものの小説も文芸雑誌に掲載される純文学作品とは作者、 読者とも大きく分かれ、通俗小説と呼ばれた。1918年に、久米正男・蛍ほ1920年に、菊地博ひ真珠夫人などの新聞小説が書かれて、大衆の指示を受け、続いて、純文学出身の中村村を、久米正男・加藤武雄や、吉谷信子、小島正次郎などの通俗作家が輩出した。 純文学の行き詰まりの一方で、プラトン社の女性やクラクは文学と大衆の接点を意識した作りになり、雑誌、日本一誌で性欲文学が特集されたり、国水誌でも三上乙吉など大衆性を意識した作家が寄稿していた。また、久米正夫の戦争と平和も罪と罰も、 ポブアリー・プジンも高級は高級だが要するに、偉大な通俗小説だという言葉のように、トルストイやドストエフスキーも純文学系の作家たちからは、通俗小説と同種のものとみなされていた。大正末から昭和初期にかけては、純文学系の佐藤春夫、山本雄三、広津和夫、岸田国志らが、新聞小説を執筆するようになった。 1927年には平凡社が、縁元、現代大衆文学全集を出版開始し、白井も企画の中心として参加し、第1回廃本の白井教授、新選組は、初版だけで33万部というヒットとなった。白井の大衆文学館は、広く一般民衆へ開放された文学であり、娯楽文芸とは異なり、文芸史上主義と合致する。 本格文学の境地を目指す意識により、決して通俗文学ではないというものだった。クラマ狗は、幾度も映画化された。吉川英治は昭和になると、宮本武蔵、三国志、梅里先生行上記など、時代に順応しながら、西洋ロマンの方法と日本的な英雄崇拝や、義理人情の表現で、国民文学と言われるほどの流行作家となる。 また、シャーロック・ホームズに発想を得た、岡本喜道、半七、鳥物町や、野村古道、銭形平次、鳥物美海などの鳥物町もの、四死文六の、越ちゃんなどのユーモア小説、直木三十五、南国大兵器、おさらぎ二郎、倉間天狗、林不亡、丹下左前などの人気作品が生まれた。それまでの大衆文芸、大衆文学は、時代小説。 いわゆる、チャンバラ小説を指し、通俗小説はこれには含めなかった。昭和初期になると、三上乙吉やいつまのように、時代ものと現代ものの両方を書く作家も増え、時代小説に加えて、通俗文学などの現代もの探偵小説、科学小説、ユーモア小説、また旅小説、実録小説なども、大衆小説の範疇となっていく。 数族小説に新境地を見出した菊池博士は文芸春秋創刊などを通じて文壇の大御所として後世の育成に努めることにより大衆小説はその前世紀を迎えるその影響は広く文学の大衆化を掲げたプロレタリア文学の陣営も大衆小説の存在を強く意識し徳永正志や岸山寺らは プロレタリア大衆小説の創造を提唱した。新青年史を中心に、江戸川乱歩や小栗虫太郎、立花の外裏の探偵小説が交流し、国枝史郎、新州高血城のなどの電気小説、運の十三の科学小説、ドグラマグラの夢の旧作や久を十蘭といった異端作家とともに、江戸時代以来、泉強花などに受け継がれていた怪奇幻想趣味が、 復活させられた。1930年前後には、竜丹寺武志ら新興芸術派の作品が、当時の昭和モダンやエログロナンセンスにまつわる、風俗的感受性を表現していた。1931年からは、白井教授、江戸川乱歩、吉川英治らの全集が刊行されて、大衆文学が、文壇においても注目されるようになり、谷崎純一郎が、 新青年に、部集公秘話を、連載、中央公論で、長谷川新、一本型など表入りを、掲載、婦人雑誌の連載を始めた、横光李一は、小説家というものは、芸術家であるよりない方がいいと、後の、純粋小説論にもつながっていく立場を表すなど、純文学作家の大衆的傾向への接近も、現れ、大衆文学の交流とともに、純文学の危機論、 文芸復興といった運動にもつながっていく。1931年には、文壇内でも、庭文雄のマダムモノや、船橋聖一などの官能的な風俗小説、社会的リアリズム作家と言われる、石川達三なども、流行作家としての地位を築いた。戦後の時代小説は、封建的モラルを否定される中で、山手紀一郎の名朗小説。 国枝漢字の芸道物などが書かれ、続いて、鳥物町がブームとなり、昭和30年代には、柴田連三郎、眠り京四郎、五宮安介、野竜武芸長など、新しい剣豪小説が人気となる。一方で、加賀騒動、大月伝蔵の視点から描く、村上元蔵、加賀騒動、伊達騒動における、原田海を描く、山本周五郎、 もみの木は残ったなど、従来の悪玉、善玉像を一変させる新しい歴史像を打ち出すと、共に政治的な世界における人間像を描く作品が現れ、大井広介は、もみの木は残ったを、刀を振り回すヒロイズムを、初めて本質的に否定した長編と表している。戦後の価値観の転換はまた、吉谷信子らの低層小説から、肉体を思想とする。 田村大二郎や船橋聖一らを経て、貫通や、よろめきに関心を移していき、佐々木国などの小市民的ユーモア小説は、源時形態や中村武氏のサラリーマン小説や、石坂洋次郎らの青春小説へと移行していく。1950年から、長期連載された、大河小説、山岡総八、徳川家康は、それまでの家康像を覆すだけでなく、 経営者やサラリーマンの所生哲学として広く読まれるようになった。大衆文学という語の書室は、博文館発行の講談雑誌に使われた右よ大衆文学のこの遺憾というジャックとされている。この当時は、探偵小説、恋愛通俗小説はまだ大衆小説とは呼ばれておらず、主として、 高等講談と呼ばれた時代小説、歴史小説を指していた。この造語により、それまで人情小説、風俗小説と呼ばれていたジャンルが大衆小説として統合されることになった。1935年頃からは通俗小説は大衆小説と一くくりのものとなる。一般に大衆小説の作家やその作品は、同時代の純文学作家とその作品に比べ、 不当に低く評価されがちである。しかし、大衆小説の持つ、大衆小説ゆえの文学性が、同時代、あるいは、後代の文学者に評価される例も、決して少なくはない。大衆文学の作家は、保守的な義理人情に加えて、おさらぎ次郎は、赤狼狼詩では、昭和初期のニヒリズムを、吉川英治、宮本武蔵では、禅の説教を取り入れて、読者を引きつけた。 おさらぎ次郎は、戦後には、気境のように、類型的な人物像やロマンとしての面白さの枠組みによる通俗小説の中に、日本文化論を盛り込んで、芸術的に高めようとしてきて評価された。昭和後期以降は、自ら積極的に、大衆小説作家を名乗る作家は、多くない。しかし、それは、大衆小説の水帽を意味するのではない。 時代小説や風俗小説を手掛ける作家自体は現代でも数多く存在するし、探偵小説は推理小説、科学小説は SF に名前を変えてジャンルを存続させている。これらは現代ではエンターテインメント作品、あるいは個々のジャンルでくくられることの方が多い。思考の多様化によりかつての大衆像は崩壊しており、幅広い大衆に向けて、 読み捨て的な娯楽性のみを追求するといった意味での大衆小説という分類は失われているが、かつての大衆小説のうち、時代経過に耐える質の高いものは現在でも広く読まれている。中村真一郎は、江戸時代の謝礼本、公表紙、国慶本などは、通俗ものであり、たまたまその当時純文学らしいものがなかったため、日本古典文学全集などに入っており、 もし近代の作品を同じ基準で入れたなら、近代文学史は膨大な量の通俗小説で埋まってしまうだろうと書いている。また平安朝物語の抜流として、鎌倉時代物語、室町時代物語と総称される阿流的物語は多数作られており、これらも大衆文学の源流と言える。佐藤春夫は1968年9月の三田文学で、 昔の雨売りのじいさんが、ライ三洋の、日本外史を読んでいたのが、大衆文学の美祖と言えると述べている。西洋には、ルネサンス期から書かれ続けた、膨大な大衆小説が存在する。中世ヨーロッパでは、ロマンスと呼ばれる冒険物語や騎士道物語が、広く読まれており、ケルト人の民間伝承だった、アーサー王について12世紀以降に、陰文。 三分の物語として書かれて、広く、ヨーロッパに広まった。十二世紀にはフランス語で書かれた読み物も書かれ始め、筆者が、盛んに行われて本が広まっていくようになる。十三世紀には、偶意的な、バラ物語が大流行し、動物女児史、キツネ物語が、ヨーロッパ各地に広まり、ファブリオーと呼ばれるユーモラスな小話が多く書かれた。 スペインで13世紀頃に成立したアマディス・デガウラは人気及びルイジの英国のパルメラン、ギリシャのベリアヌス、森のパルテノペクスなどのロマンスが書かれた。14世紀イタリアではノベッラが生まれ、ボッカッチョ、デカメロンがある。15世紀に印刷術が広まり、騎士道物語のパロディ的なラブレー、ガルガンチュアとパンタグリュエルが広く読まれ、 16世紀、イタリアではピカレスクが読まれた。16世紀以降、行商人の中に、武勇団、国境団や、中世の小説の本案などを含む、本の行商を専門にする者が現れ、17世紀、フランスでは、トロは地方で作られた青い表紙のものが広まり、青表紙本と呼ばれた。18世紀末からは菓子本屋も生まれ、女性、奉公人、 職人といった読者を集めた。イギリスでも17世紀頃から、チャップブックと呼ばれる大衆向けの簡素な本が登場し、小説以外にも旅行ガイドなど様々なものが扱われた。その後、コーヒーハウス向けの観光物や貸し出し図書館がイギリス、ついでフランス、ドイツでも普及したことで、 高価な単行本を購入できない庶民も手頃な金額で本を読めるようになった。18世紀末頃における貸し出し図書館の人気作品としては、トム・ジョーンズ、アミーリア、ダフニスとクロエ、ファニー・ヒル、ジョゼフ・リュースなどがあった。欧米では19世紀に同時的に大衆向けの出版業が栄えた。 リック・ターピンの登場するハリスン・アインズ・ワス、ルーク・ウッドの差し絵、イギリスでは18世紀半ばから始まった産業革命によって生まれた中産階級向けに新聞や定期観光物が登場し、庶民層に読書という余暇の形態が生まれた。19世紀に入ると、さらに鉄道の登場などによって流通網が整備され、出版業が栄えた。この初期には、 スコットランドの伝承をはじめとした物語を書いたウォルター・スコットによって歴史小説が大きな分野として確立する。また、コールリッチやバイロンなどのロマン主義作家が想像力を重視した作品を作ると同時に労働者階級の貧困や孤独を生み出した合理主義的精神を打破する文学形式としての妖精単に チャールズ・ディケンズやサッカレーなども注目するようになり、ジョン・ラスキン、黄金の川の王様などが書かれ、やがてロード男性にや、デイビッド・リンゼーなどのモダンファンタジーが生まれるようになった。エリファス・レビラによるオカルティズムの流行によって、シェリダン・レ・ファニューや、ウィルキー・コリンズなど多くの怪奇小説も生み出された。当時のイギリスにおける小説の出版形態は、 雑誌などの定期刊行物に連載され、完結後に改めてまとめられて、書籍で発行されるものと、トリプルデッカーと呼ばれる、長編作品を最初から全3巻に分割して、まとめて刊行する形態が主流であった。前者の場合は1話ごとの価格は、比較的安く庶民でも購入できたのに対し、後者の価格は、庶民が買うには高く。 もっぱら出版社や著者は貸出図書館や貸本屋に本を売り、庶民は会員費を払って、それを借りて読むのが一般的だった。前者の連載形態の代表がディケンズであり、後者の形態で出版されたものとして、今日に知られる作品としては、メアリー・シェリーのゴシック小説、フランケンシュタインがある。ディケンズの作品は、貧民層や庶民層を題材とし、 大衆に人気を博した。また、リケンズのような、正当な小説家の作品よりもさらに安い価格で、登場した、定期観光物が、ペニードレッドフルであった。犯罪者などを、主人公として扱う内容は、低俗なものであり、中には、人気作のパロディやもっとあからさまな表説作品も、あったが、これも広く大衆人気を集め、数年単位で、 長期連載されたものも少なくなかった。18世紀に実在したハイウェイマンであるディック・ターピンを主人公とした悪巻小説的なハリスン・アインズ・ワス、ブラック・ベスは大きな人気を誇り完結までに2000ページを超えた。吸血鬼バーニーは後のフィクションの吸血鬼の設定に大きな影響を与え、真珠の首飾りの主人公である殺人鬼の理髪師。 スイーニー・トッドは現代でもミュージカルや映画に本案されている。こうした作品群は犯罪を助長するものとして社会問題化されたが、1890年代に新聞王アルフレッド・ハームズ・ワースが商業的に駆逐に乗り出すまで残り続けた。19世紀末に入ると、R.L. スティーブンソン、宝島、H.R. ハガード、 ソロモン王の洞窟、アーサー・コナン・ドイルのシャーロック・ホームズシリーズ、優勝、ジェラールの海装などの冒険小説、騎士道小説が人気を集める。歴史小説でも、スタンリー・ウェイマン、ラファエル・サバチニが優れた作品を送り込み、ゴシック小説の流れも途絶えることはなく、1897年には、現代における、吸血鬼のイメージを確立した、 ブラム・ストーカーの怪奇小説、吸血鬼ドラキュラが出版されている。フランスでは、フランス革命後に、パリに出てきた、貧困な青年たちは、印刷物の低価格化による、読者層の増大に伴い、小説によって、収入を得る道を得て、通俗文学が生まれる。革命から19世紀初めには、多くの恋愛小説や、書簡体小説、歴史小説、 暗黒小説といった作品が見られ、人気作家ポール・ド・コックの新作が出ると本屋を襲撃戦ばかりに客が押し寄せたと言われている。1836年に創刊、ラ・プレス・紙をはじめとして、新聞連載小説で多くの大衆文学が書かれるようになり、アレクサンドル・デュマの作品は絶大な人気を持ち、ミュルジュ、ボヘミアン生活の初場面、 シャンフルーリ、モランシャールの街の人々、デルボ、パリのリーメン、2月革命主などが人気を集めた。1850年には、フランス政府が、一般新聞に連載する小説に13チームの税を課すなどの弾圧も加えられた。また、鉄道網の広まりから、駅の売店で販売されるようになった本にも、大衆的な小説が取り入れられるようになる。 これら通俗文学の流れは、エミール・ゾララのミニシュー文学に引き継がれる。また、フランソワ・ビドック、ビドック回想録、ウージェーヌ・シュー、パリの秘密など、犯罪や、探偵の要素が入り込んだ作品が、後の探偵小説の発生に影響を与えた。1857年から連載が始まったポンソン・デュ・テラールのロカンボルは、主人公が幾度も登場する。 シリーズ作品の講師となる。また1870年代には、フォルチュネ・デュ・ボア・ゴベーの歴史小説や、探偵小説が人気を博する。それら通俗小説の一部は、翻訳や本案という形で、日本の大衆小説にも影響を与えた。シャーロック・ホームズの影響により、20世紀に入ると、モーリス・ルブランのアルセーヌ・ルパンシリーズや、ガストン・ルルーのルール・タビーユシリーズといった。 ヒーロー小説も生まれた。ダイムノベルとして刊行されたエドワード・エル・ウィーラー、セス・ジョーンズ表紙アメリカでは、ジェームズ・フェニモア・クーパーの、建国時代を舞台にした、カワキャファン物語をはじめとする冒険物語は、アメリカ国民に広く読まれ、またその後の西部劇の源泉ともされている。1830年代には、ストーリーペーパーと呼ばれる8ページの習慣が物語、 新聞、1840年代になると、週刊新聞、ニューアールド紙の特別版などが人気を博した。その後円盤印刷術、電気製版術といった印刷技術の発達により安価な出版が可能となり、1860年代に、ダイムノベルと呼ばれる、10セントで128ページの小型版のアメリカ人作家による読み切り小説のシリーズ、続いて、 同種の様々なシリーズが刊行された。それらの物語は、冒険小説、ウェスタン小説、家庭小説、恋愛小説、探偵小説、SF 小説などであり、従来の小説の読者層である上流、中流階級だけでなく、労働者階級や少年少女層にも、読者を大きく広げた。 ダイムノベルの初期に最も売れた作品として、アン・エス・スティーブンズ、マラエスカ白人ハンターとインディアンズマ、エドワード・エス・エリス、セス・ジョーンズ・フロンティアの捕虜などがあり、エドワード・エル・ウィーラーの描いたアウトローの、ヒーロー・デッド・オッド・ディックと断層のヒロインから見て、ジェーンのシリーズも人気を得た。こうした、ダイムノベルの人気作はイギリスに輸出され、先に挙げた。 ペニードレッドフルの携帯で出版されたものもあった。ジョン・ラッセル・コリエルが1886年に創造した探偵ニック・カーターは多くの作家によって書き継がれてアメリカのシャーロック・ウムズとも呼ばれる。また1892年から出版されたルイス・ピー、セレナンズのフランク・リード・ライブラリーは世界最初の SF シリーズとされ、スティームマンや 電気飛行船などの科学技術を駆使して世界中に冒険旅行に出かける物語だった。また一方でこれらは低俗な読み物という評価も受けた。アメリカでの雑誌はスリックマガジンと呼ばれる総合誌が主流だったがアーゴシーが1896年に娯楽小説専門誌として粗末なザラガミを使ったパルプマガジンとなってからは分野ごとに特化した。 パルプマガジンの専門誌が次々と生まれた。20世紀に入るとドイツでもリオン・フォイ・ヒトバンガーが知識階級から大衆まで人気を得た世界的ベストセラーになった。映画の流行とともに上映と並行して小説が発売されるシネロマンという形態も生まれた。第一次世界大戦後のヨーロッパではミステリー小説、ピカレスク小説、 街頭と探検や恋愛小説がマスコミの発達とともに量産された。ホール・ケインなどによる恋愛や家庭的事件を扱った問題小説という分野は女性に人気を持ち、シュガー・コーテッド・プロブレム・ストーリーとも呼ばれた。エドガー・ウォレスの探偵小説は非常な人気を得たが、その多作ぶりのためバーナード・ショーには、チープ・リテラチュア、共産党の新聞からは、 ショッカーといった悪評も受けた。日夏つ之助のは、明治戦場文芸概論で、大衆文学に、民衆的なるもの、民情に美体を呈したもののに用があると述べ、その分類を、冒険小説、探偵小説、電気小説、家庭小説、政治小説として見せた。木村武大衆文学とジャーナリズム、大衆文学十六校、千葉亀尾、中谷博 早稲田精神、伊集院人氏、大衆文学論などの研究書も現れ、1932年から1934年に、吉川英治が、それまで大衆文学批評と言えるものがなかったという、認識のもの、大衆文学研究史、修文を発行。笹本虎の、大衆作家列伝連載、佐々木密造、直樹35の追悼号、夢の旧作。 三角館などの小説が掲載された。また三田村演魚、大衆文芸評判記では、時代交渉の立場から、当時の人気作品に厳しい批判が加えられた。1956年に、講談クラブ賞受賞者などによる、導入し、小説会議が生まれ、これに、伊藤慶一に進められて、尾崎秀樹が、大衆文学論を書き始めた。 尾崎は続いて1961年に武蔵野次郎らと大衆文学研究会を設立し雑誌大衆文学研究を発行総刊号で白井教授はエッセイを寄稿し大衆文学は文学の主権在民を目指してスタートし文学の飲酒打破が根本命題であると述べ芝良太郎は 土佐の稲荷の桜の命そのものに目を向けて、文学の重心をそこに沈めていくのが純文学。そこから離れて、花を見る大衆の条件に合わせて書くのが、大衆文学であると書いた。フランスの大衆小説は、過去には、海文学、インフラ文学、マス文学などの名で呼ばれ、1960年代以降には二次、文学、 別類文学といった概念を用いて体系化が試みられた。1980年代以降、大衆小説研究誌、レトピー・フラン、ロカンボルなどで研究がなされている。ありがとうございます。